主義さんの本尊に来ました。まあ多分コロナのやつでひしゃく置いてないんだね、うん、でも普段はね右手でひしゃくを持って口の中を清めて、そして清めてから入ります。うわーすごい彫刻がすごいね。宝物が展示されてね。今日ね来ているのは小学校の時からのお友達と来ています。私が全然連絡をしないので、生きているかどうか心配していたとのことです。ごめんなさい。さあ、最近な、お寺巡りが趣味やねんな。ということで、私も一人でね、お寺回ってたりとかしてた。昼ご飯食べた後にちょっと行ってみようってようなことで来ました。うわーうわわわうわわほらほらうわー奈良盆地が見渡せます。おおすごいすごい。ここでね弘法大師とかもね来てたそうなので、すごい下は深い深いところですよね。うわすごい高いところ。オンベイシラマダマンダヤソワカ、なんか立体かと思った。けさ。これってね、またね持ってこないとダメなの。絶対。いや、こっちじゃない。絶対じゃない。お家に飾っといてもいい。じゃあ食べください。ちょっとぐるっと回ってみよう。この本堂地下にあります階段巡りのジョニー様が、本堂入り口、これここ入ってみよう。でもその前にちょっとこっちを見て、あーすみません、階段巡りって、かなこ階段巡りっていうの行ってみよう。まだ行けんのかな。え？階段巡りっていうの、これ、はい、下。
虎祭りとかあるみたい。階段巡りの方は土足のままでいいんだって。うん。